久保さん、おはようございます。ちょっと朝なんで声が小さいですが、ご容赦ください。はい、ということで気になる男第66話ですね。第66話始めてみようかと思います。よろしくお願いします。はい、ということでですね、いきなりすいませんということで、前回の気になる男シリーズでね、いきなりこのプレゼントの話が出たと思うんで、あまりに唐突だったと思うんで、ちょっとその説明というか それをさせて、補足かな、させていただけるとありがたいなって思うんですけれども、はい、ですね、よいしょ、このプレゼント企画っていうのをずっとやりたかったっていうのと、でもプレゼントが作れなかったっていうのがちょっと自分の中で経緯があって、まあ、そこをちょっとお話しした方がいいのかなと思ってなんですけど、まあ、この時を遡ること、まあ、1ヶ月前ということでですね、まあ、自分のチャンネルでこうプレゼントキャンペーンをずっとやりたいなと思っていて、でやろうって決めてて、でじゃあプレゼントを作ってたんですね。まあ、そのプレゼントを作りながら、まあ、告知するみたいなことをやってたんですけど、まあ、なんでそのプレゼントをやろうかなと思ってたのが、その広告収入、まあ、自分がチャンネル別に持ってるんですけど、その広告収入っていうのが、まあ、100万、累計100万超えてたんですね。なので、まあ、こういうところですね、この100万超えてましたみたいなね。これ年間かな、年間だったかな、1年間の累計が超えてたところがあって、まあ、これせっかく超えてたんで、何か一つ、まあ、商品っていう形にしたいな、形にまとめたいなっていうのがあって、でそれで、まあ、ここですね、まあ、シンプルなこの今回3つの極意、100万稼ぐ3つの極意っていうことで、そのタイトルが載ってないんですけど、この3つの極意でね、なんかこうまとめれないかなっていうのをずっと考えてて、で自分がそのやっぱルールに沿って動画作ってたので、まあ、そのルールというかね、極意ですよね。この極意になんか沿ってできないかなっていうところがあって、まあ、これを作りたかったっていうのがずっとあって、まあ、この一つの商品っていう形で作ってみたかったんですね。でもやっぱなかなかこう完成には至らずに、ある程度まではできてたんですよ。ある程度まではできてて、最後のこう仕上げの部分がなかなかこうゴールにたどり着かなくて、すごい、なんていうかこう、ねえ、なんという、こう煮え切らない日々を送っていたんですけど、まあ、今回この久保さんと気になる男シリーズをやるようになって、まあ、こうスライド動画をこうかなり作るようになったんですね。まあ別のチャンネルでもスライド動画を作ってたんですけど、こういう形でそのバラエティに富んだというか、自分の発信をするためのスライド動画っていうのは初の試みだったので、まあその、毎日こうやって久保さんとやり取りしてるんで、まあ、スキルがこう劇的に上がっていったんですね。これがもう言うたら爆発的に上がっていったっていうところがあって、でじゃあね、もしかしたら今ならプレゼント作れるんじゃないか、まあ、商品作れるんじゃないかと思ってやってみたら、まあ、作れたんですね。作れた いや、これできたわと思って、これやっぱ一回ね、作ってみたら、今までずっとできなかったものなので、その一つの商品を作るっていうのがなかなかできなくて、できたら、これちょっと誰かに手に取ってほしいなって思ったんですね。これできたわと思って、
なんでちょっともう気持ちがこれすごい前のめりになっちゃって、もう前のめりになっちゃって そのなんかいきなりこう告知したみたいな、もうなんか抑えきれない気持ちというかね、なんかそういうのが出てしまって、まあ、そうなっちゃったんですけど、やっぱそのそれまでこうなかなかこう作れなくて、一日ほんと少しずつだけね、少しだけちょっとずつやってたんですけど、なかなかこう完成までに程遠くて、っていうところがあったんですよね。で、これもさっきちょっと言ったんですけど、先日ね、ずっと中断、まあ途中でやっぱ中断したんですよ。なかなかこうゴールにたどり着けなくて、まあ、商品を作るっていうね、一つのゴールなんですけど、それがやっとね、再開した途端ですね、再開した途端、その昨日かおとといかその前かな、もう一日で完成しちゃったんですよ。ワットスライドの方ができちゃって、あとこう、声入れるだけっていうところで、ちょうど声入れる時も、1時間かな？ 1 時間、しっかり時間取れたので、それでも完成しちゃったんですよね。やっぱこれは驚きというか、びっくりしましたね。あ、できんじゃん、みたいな。あ、できた、できたわ、っていうね、喜びというところがあったので、自分としても本当に嬉しかったっていうところがあって、で、自分のこの今回の商品、プレゼントになるんですけど、まあ、累計で100万なので、まあ、一旦その手に取ってほしい方っていうのは、まあ、月収3万ですね、月に3万っていうのを、まあ、確実にステップ進めてほしいなっていうところの、ノウハウというのかな、まあ、自分がやってきたやり方っていうのを3つにまとめたので、まあ、そういうところを目指してやってほしい。いきなりなんかこう、100万ポーンって月収欲しい、月に稼いでやりたいぞっていうんじゃなくて、確実に、じゃあその、いずれ100万いくためには、どういうステップを踏んだらいいのかっていうようなところをまとめた形になります。自分もその100万っていうところを、初めはそんなことは考えてなくて、本当にただやっていった結果が100万っていうところにたどり着いたので、これスキルをつければ誰でも手が届くところなんですよね。なのでそのきっかけになればいいなと思って、まあ、この商品、まあ、プレゼント今回させていただくんですけど、このプレゼントでね、なんかこう気づきだったり発見があるとすごくいいなっていうところになりますね。はい。という意味で今回商品力ということで、ね、作ってみようじゃないかっていうタイトルにしたんですけど、まあ、できちゃったと。やっぱスキルが上がるとこう商品作れるっていうところで、その64話ですかね、前回の64話でもできればね、いつでもその手に職をつけるっていうこと、いつでもこう商品とかを作れるようになりたいなっていうのはずっと思ってたところだったのが、こうアイデアと自分の中のこういうものを作りたいっていうのがあれば作れる、すぐに作れるっていうところがね、なんかすごくできたところがあって、そういうところもこうちょっとタイミングもありましてね、今回プレゼント企画をしたということで、ちょうど今10月16日の今日日曜日、今朝4時23分なんですね。朝ちょうど4時で、まあ、ちょっとあんまり大きな声出せないんですけど、ちょうどできました。ちょうどね、この日にたどり着いて、ちょうどこうやってね、告知させていただくタイミングもいただけたので、ね、ちょっとこうやってお話しさせていただいた次第でございます。はい、ということで、さっきね、プレゼント4、プレゼントの、受付フォームっていうのも作りましたんでね、まあ、自分のチャンネルの方では概要欄に載せてるんですけど、久保さんのチャンネルではどういうふうな形になるのかな、もしかしたらその自分のチャンネルの方に飛んでもらって、その概要欄をクリックしてもらえるのか、もしかしたら久保さんの方がね、ご厚意で久保さんのチャンネルの方の概要欄に載せてもらえるかもしれないんですけど まあちょっとね、そこは、どうなのかなっていうところでもあるんですけどね。まあ一旦ちょっと、そういう形で、受付フォームっていうのも作らせていただいたんでね。まあ何らかの形で、何らかの形でアクセスしてもらえるといいのかなと思ってます。はい、ということで、ちょうどね、今、
今日10月16日日曜日になったんでね、まさにこのタイミングということで、プレゼントを、無料プレゼント受付スタートということになりました。はい、ということで、ちょっとね、いきなりな感じだったんですけど、自分がこの商品を作れたっていう、ちょっと喜びとともに、まあ、このプレゼントをね、手に取っていただいて、何かね、YouTube で稼ぐきっかけになればいいのかなと思いまして、こういう形を取らせていただきました。ということで、気になる男第66話ですね。66話、商品力、そして作ってみようじゃないかっていうところで、気になる男、動画作ってみました。はい、ということで、覆面 YouTuber、たかがお送りしました。そして、気になる男第67話ですね。67話、また久保さん、よろしくお願いします。失礼いたします。はい、どうも。